橋本キアの呪術プリスト。はい、橋本キアです。はい、モカピンです。ネクサセンス所属の森です。はい、この3人でお送りしたと思います。提供もお願いします。はい、橋本キアの呪術プリスト。この番組はファイターズショップブルテリア、金属工事、呪術、イスキー、鉄、イサミ、VHTS、ラスコンチャス、ルマン、株式会社フルフォース、スクランブル、以上各社の協賛により、ミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りします。今日は8月10日、愛知県名古屋市の愛知県武道館で行われたコパブルテリアル2019パート3の試合を見ていただきます。見どころはどんなところでしょうか。はい、今回はですね、もうキッズの試合、そしてチャオビの試合見ていきたいと思います。まずはキッズの試合からスタートです。はい、はい、女子ジュニア白帯ライト決勝戦、ドミニキ・マリナ・中田ヌネス対横手あゆみです。はい、まずはね、このキッズの試合、これ女の子ですね、ドミニキ・マリナ出てきましたね。このカルペディエムから遠征してきました。そして対するこの横手さん、もういきなりタックル行ったんですけども、ね、うまく引き込みましたね。さあどうでしょうか。さあ中央に戻って再開です。結構身長大きいですね。そうですね、やっぱもう10歳、まだまだね、育ち盛りですよ。さあ横手あゆみさん、これどうか、腕十字、うまいですね。うまいですね。あ、ちょっとすぐさま一発で決めましたね。腕十字、横手あゆみ素晴らしいですね。さあドミニキちょっともう泣いちゃいました。はい、ティーンオレンジ帯ルースター決勝戦、久保聖馬対大野智樹です。はい、この大野智樹もカルピディエムですね。カルピディエムのキッズはね、こうやって地方大会も遠征してくるのがいいですよね。はい、出てきました、この久保聖馬はトラソジュースアカデミーです。青い道着が久保聖馬、白い道着が大野智樹。このモダンですね、モダンですね、モダンキッズ。さあもう上取りましたね。大野智樹はね、本当もう今最も勢いがあるキッズの一人ですよね、うん、ラスコンのね、道着を着て頑張ってますよ。さあ抑え込んで、もうサイドポジション、パスガードも上手いですね。いや、いいですよね、こういう動きがね、非常に切れてますよね。そしてもうサイドマウント、うん、さあマウントか、これどうか、バック、さあどうでしょうか、ここから、そしてマウント、そして締めだ、流れるように決めていく、この送り襟締めどうか、肩始め決まりましたね、大野智樹、サクッと一本勝ち。いや、この大野智樹もね、本当もキッズとはいえね、モダンですよね。そうですね、末恐ろしい、うん、はい、女子ティーンオレンジ帯ミドル決勝戦、ルアナ井上対須田萌里です。はい、ルアナ井上もね、この子中学生なんですけどね、非常に大人の大会、大人の分にも出て頑張ってますね。ルアナ井上、須田萌里選手、スコーピオンジム元シューターの須田選手ですね。おお、なるほど。はい、もう血統書付きのサラブレッドですよ。さあどうでしょうか、この須田萌里対ルアナ井上。ルアナも本当子供の頃からやってるんでね、キッズの大会でほぼ負けなしです、うん、で大人の大会でどうかっていうところまで行ってますからね。なるほど、非常に将来性が有望ですね、うん、基本の技がしっかりしてますね、はい、巻き刺してしっかりパスガードしました。もともとチャールズ・カスパーの生徒だったんですけども、最近は浅田敏夫のジムにも行って練習してるそうですね。やっぱね、インパクトはね、もう子供の時からもね、非常にクラスできっちりとやり込んでるっていうことでね、うん、このルアナ井上もこれから日本を代表する選手になっていくんじゃないでしょうか。ラペラを使ってのチョーク、バチッと決めましたね、ルアナ井上、一本勝ちで優勝です。ティーン黄色帯ライト決勝戦、吉村恭也対宇治原芳生です。はい、宇治原芳生、
このね、今盆栽のね、宇治原兄弟ですよ、うん、この弟が出てきましたよ。非常にね、この縫製もいいですからね。この白い道着、今着込んだ方が宇治原、縫製黒い道着は吉村京也、インパクトジャパン BJJ、 そしてもうこの三角締めどうだ、はい、早かったですね。三角から腕十字、さあどうだ、そしてもうあっとそのまま決め切りましたね。上になろうかといったところだったんですけども、腕十字に変えて一本勝ち、もうほぼ秒殺ですね、宇治原縫製、非常に良かったと思います。はい、女子アダルト青帯フェザー1回戦、ダニエラ金城対あゆみ金城です。はい、金城対決なんですけども、ここら辺も全然関係ないです。関係ないんですね。関係ないですよ。白い道着があゆみ金城、盆栽ですね。黒い道着がダニエラ金城、エボックス BJJ ですね。金城さん、さあどうでしょうか、この2人。このね、あのあゆみ金城、この子もね、本当子供の時からずっとやってるんでね、うん、過去のねコパボルテレを紐解くとやっぱ出てます、子供時代の。こうやってね、子供から大人になって、して青帯、紫、茶帯となっていけば成長記録になりますからね。あゆみ金城、うん、本当も親目線で、親目線もう育成の度合いを見ていきたいなと思っております。はい、どうでしょうか。もうすぐさまパスしましたね、はい、さああゆみ金城の今パス、ニンザベリー、そしてマウント、うん、やっぱここら辺のねポジション移行はスムーズです。さあそして腕十字、さあ腕十字はどうか、けどもしっかりとこれディフェンスされてますね。ただ蹴って、上腕蹴って、さあこれを切れるかどうか、切れるかどうか、おっと三角、おっとしっかりと三角締め、さあどうだ、これはどうだ、うん、おっと決まりましたね。2分ジャスト、三角締めで一本勝ち、あゆみ金城決勝戦進出ですね、はい。女子アダルト青帯フェザー決勝戦、横山真央対あゆみ金城です。はい、出てきましたよ、横山真央。10戦間大阪から来ましたね。大阪、神戸、そしてあゆみ金城はこの地元浜松です。さあこの2人の戦いがここでどういった風に見えていくのか。引き込んでいったのは横山真央、上から攻めているのはあゆみ金城。あゆみ金城って言ってますけど、日系ブラジル人ですからね。ブラジルネームはあるのかどうかちょっとわからないんですけども ね、 あ、そうなんですね。さあ今デラヒーバーガードのフックを外していこうということ、あ、そして反対側に回り込もうという、あ、そしてもうフック外しました、あ、外しましたね。さあ潰せるかどうか、さあパスガード、うん、さあデラヒーバーが崩れて今ハーフガードになりましたね。さあハーフガード、さあもう足を抜いてこれサイドかどうか、あ、おっとそのまんま、ね、今ちょっとマウント行けそうだったんですけど、はい、足絡めましたね。ここら辺は横浜真央もうまかった、はい、さすが左右に仕掛けてうまいですね。そうですね、やっぱ左右にねかけていく、どっちにかわからないんでね、いつかはハマるぞっていう感じでアタックし続けるのがいいですよね。さあ抑え込んでパスガードの3ポイント獲得、抱え込んじゃってるんでね、下の選手はね。そうですね、ちょっとここはねエビをしないといけないところなんですけども、はい、相手の腰を押したいところ、ちょっとこうやって背中を見せるのは良くないか、相手に向き合ってエビをしたいんですけども、そして今マウントに行こうとしたところ足絡めましたね。さあハーフガード、またハーフからちょっと足を抜いて、さあバックに行こうというところなんですけども、さあどうか、あ、ここはちょっとうまくディフェンスはしてますけどもね、ディープハーフいけるかどうか、横山選手もうまくガードには入れてるんですよね。そうですね、けどそこからの一手がないですよね。やっぱどん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 攻めてるんで、ゴテゴテ待ってますよ ね、うん、そうですね。やっぱ歩み金城がね、どん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 攻めてるのがいい、常に攻め手を緩めません。ポジショニングで優位に立ってます。さあそしてマウント、マウンドか三角、下になりつつの三角締め、うまいですね、この際で三角取るのうまいですね。はい、サクッと決めましたね。4分24秒、三角締めであゆみ金城2試合連続の一本勝ちで優勝です。はい、キッズと女子の試合見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。はい、一本勝ちの連続でね、非常にサクサクと見応えがあったと思います。リモさんどうでしたか。はい、キッズの試合はスピーディーで、ね、非常に面白かったですね。大野選手と金城選手がすごい印象に残りました。はい、
ではこの後は男子の試合を見ていただきます。では CM です。はい、盆栽柔術の関根秀樹です。今日は私の得意なテクニックを紹介します。はい、それでは木村からの洗濯バサミをやります。同じように相手の首取ってきたのを手刀で寄せて木村に行きます。わざとパスをさせて回転します。で、この時に、こんな風に後頭部の下が空いているようでしたら、後頭部の真下、首の真下に自分の膝を入れます。で、入れたらそのまま相手の首を挟んで、足首をしっかりこのようにロックして、あとは足首をこうねじる形、ねじって伸ばす形で締めます。このままこう締めるよりもねじって伸ばす形が一番力が入ります。で、ねじって伸ばす。で、いいんですけど、もし相手が後頭部を畳につけて、膝が入らない場合、その場合には膝を一旦相手の側頭部に置きます。で、ここで膝で相手の側頭部を押す形にしていくといいよ。もっと前後して、そうすると入るよ。で、同じようにやります。柔術プリーストセレクション。このコーナーはおすすめ商品、新商品を紹介するコーナーです。本日も東京イサミ北野さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。本日のおすすめ商品お願いします。はい、今回紹介するのはイサミの新作柔術着、スクラッチ柔術着です。スクラッチ柔術着、これはどういった意味でスクラッチになったんですか？はい、スタートフロムスクラッチというのが原点に立ち返るという意味で、前作 B ボーンの進化系柔術着になります。おー、それが新作として出たということで、はい、B ボーンはなんか人気だったってそうですね、B ボーン結構好評 でちょうど入れ替えというか、そういう感じでスクラッチ柔術着がちょっと改善している面もあるので、より着やすくなったんじゃないかと。はい、より着やすくなってますね。で、今回4色展開で出されていて、はい、であれですかね、ステッチ部分がこれあれ胸の位置と、あと肩口にあるのと、ここ見ると内側にもこうスクラッチプリントが入ってます。で、ズボンの方が後ろに、お尻にワンポイントですね。背中にもスクラッチ、はい、タッドフロームスクラッチって入ってますね、はい、裾にも入ってます。全体的にすごく軽くてすごいいいですね。はい、H で 1.25 キロって結構軽いと思います。出張にもいい感じの重さ、はい、ですね。はい、で、今色がご覧の通り白、青、紺、黒の展開で、サイズも M0 から A4 まで、お子さんから大人まで着れるサイズ展開となっております。はい、新しい柔術着をお買い求めの方、ぜひぜひご検討いただけたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、ここからはダンスの試合を見ていただきますが、見どころはどんなところでしょうか。はい、ここからですね、マスター黒火とアダルトチャオビの試合を見ていただきます。このアダルトチャオビでね、イゴール田辺出てますので、こちらの方注目してください。はい、 VTR スタート。はい、マスター3黒帯ライトフェザー決勝戦、小野誠対バトル木原です。はい、出てきましたよ、このバトル木原。このインパクトジャパン BJJ のね、なかなかのね、いいキャラしてますから、バトル。さあ引き込んでいきましたよ。このバトルもね、コパブルというのは常連ですね。対する小野誠選手はスプラッシュですね。そうやってね、日本人のね、この黒帯もどんどん増えてますね。そうですね。さあバトルのこのガードワークはどうか。でもガード上手いですからね。さあラッソーガードからこれ腕を抱えてラペラも持ってますね。さあここからコムロックもできるし、三角もいける、いろんなことアタックができますよ、この状態から。さあ腕も決めれるかどうか。そして足を振っていく。さあバトルもね、非常にここのガードワーク何を見せるか。さあそして上から潰していけるか、小野誠。さあこの際の攻防ですよ。下からね、脇を刺した状態で襟も持ってます。あけどちょっとガードに戻されてしまいましたね。こうなるちょっとやや辛いか。腕を抱えられてますからね、まず腕抜いた方がいいんじゃないかと思うんですけども、ちょっとね、距離取られると。そうですよね。あ、やっぱあーっと、うん、腕決まっちゃいましたね、やっぱり腕が。さあちょっとバトルも気にしてますけども、はい、深く入れてたところを決められてしまいました、バトル木原。アームロックで一本勝ちで優勝です。はい、おめでとうございます。はい、マスター3黒帯ミドル決勝戦、ホジェリオクリスト対マルセロ浜中です。はい、もうこのホジェリオクリストもね、エボックスのボス、もう非常にね、強い選手ですね。この大会でも毎回出て毎回勝ってます。さあ対するマルセロ浜中、インパクトジャパン BJJ ですね。マルセロ浜中もね、あのよく最近大会出てますね。そうなんですね。もともとインファイトにいて、今はインパクトジャパン BJJ ですね。ホジェリオクリストはね、娘のね、フェルナンダもいますからね、フェルナンダワールドチャンピオンになりましたから、親子揃ってワールドチャンピオンですよ。ホジェリオクリストはワールドマスターのチャンピオンですね。さあもう今スイープして上になりました。さあホジェリオクリストのいつもね、ガードから決めるんですけども、スイープして上からの攻め、これはどうやって展開を見せるのか、ちょっと興味津々ですね。ちょっと腕巻かれてますけど、これ大丈夫でしょうか。ちょっとラッソー気味になってますけど、ここまで潰せば大丈夫ですかね。そうですね。さあこのラッソーがどうやって処理するか。さあマルサロハマ、あ、ラッソーがラペラを引き出してましたね。はい、この攻防でアドバンテージが入りました、ホジェリオクリスト。さあスタンドの再開。さあホジェルクリスト、おっとこれどうだ、うん、あ、フェイントをかけながらの引き込み、ね、ちょっと足払いを見せながらの引き込みでしたね、うん、マルセロ選手はこれちょっと足をしっかりさばいていかないと、またスパイダーに出るとちょっと厄介ですからね。やっぱこのね、その袖を引きながらのね、グリップが強いんですよ、ホジェルクリストは。このね、ホジェルクリストの三角締めはね、本当必殺技ですからね。さあまた上取りましたね、うん、さあこの足を流してのパスも巧みですね。手足が長いですよ、このホジェリオクリスト。さあそしてバックだ、うん、そしてカラーチョークですね、クロックチョークからのカラーチョーク。最初にちょっとね、クロックチョークに行こうと見せましたが、それをフェイントにしてのボー&アローで一本勝ち、やはり強いですね。はい、アダルトチャオビオープンクラス1回戦、イゴール田辺対常川達彦です。はい、イゴール田辺はね、階級別がね、試合なかったので。あ、そうなんですね。あ、試合ありましたね、それで勝ったんで。そしてこの無差別級にも出てきました。さあこのワールドクラスの柔術家といっていい、このイゴール田辺、頭の色が変わりました。イゴールもいろいろやってますからねさあもう来年の春にはパパになりますから、イゴール田辺19歳でパパですよ。大丈夫でしょうか、イゴール田辺さあ常川達彦選手、盆栽ですね。大きい選手ですね。はい、さあどうでしょうか、このイゴール田辺対常川達彦。やっぱりこの相手が大きくてもね、
もうイゴールのガードワークはもうその体格差はものにしません。そしてトーホールドを見せましたね。さあイゴールどうでしょうか。この今ダブルガードみたいなと、あ、立ち上がってこれポイント取りましたね。あ、もうあっさりとパス。さあイゴールの今のパスガードも巧みで、そしてニーザベリー、さらにポイントを追加していきますね。無理に決めに行かないでしっかりポジション取ってきましたね。そうですね、しっかりと今動きを確認しつつですかね。あ、そしてちょっと常川選手は足を戻してちょっとハーフガードけど、ちょっとややちょっと不完全ですよね。この形だとちょっとまだ何もできない感じがしますけども、相手の足を抱えて、あ、ちょっとこの形だとまあちょっと足抜かれてしまいそうな感じがしますが、リカバリーできるかどうか。あ、足抜けましたね、うん、そしてまたこれパスガードのポイント、しっかりとポイントを重ねていくイゴール田辺。さあそしてこれはチョークか。あ、ちょっと今のもちょっと無理しないで、そうですね、あっさりとリリース、そしてラペラを持って引き込みましたね。さあそしてこのラペラを使ったこのワームガード、イゴールやっぱりこういったね、そのラペラを使ったテクニックに定評がありますね、うん、ワームガード、スクイットガード、その他もろもろね、このラペラを使ってどんどん攻めていきます。おっと、相手の体がもうかなりバランスを崩れている。そうですね。さあイゴールはもうここからも全然もう突き払った感じですよね。相手は完全にコントロールしてますね。逆に持ち替えましたね。やっぱもう道着を持ち帰るあたり、うん、やっぱ余裕のところか、うん、ファット忍者のねプリントが見えてます。ナインナイン柔術。さあそしてスイープマウント、うん、さあそしてマウントポジションからのエゼキエル。さあ袖を使って締め上げるエゼキエル、どうか。ちょっとこれはまだ決まらなかったか、うん、けどまだポジションをキープしてますね。さあサイドポジションになりました。さあ常川選手ちょっと一矢報いたいところなんですけど、今のところちょっとポジションを回復するのも一苦労。さあ今下からラペラを持って、そこから三角かチョークか、ちょっと見えないですね。そうですね、さあどうでしょうか今この形。逆側のラペラ引き出してます、ね、そうですね。あ、そしてマウントからの三角、ね、ちょっと足は組めるかどうか、そこから腕を決めるのか。あ、腕もいけますね。あっと腕を決めました。三角から腕を決めたイゴール田辺、4分30秒、一本勝ちでアタドチャビオープンクラスの1回戦を勝ち上がっております。はい、アダルトチャンピオープンクラス決勝戦、イゴール田辺対ホドリゴ・ペレイラです。はい、決勝戦の相手はホドリゴ・ペレイラ、盆栽ジュースですね。さあ日系ブラジル人同士の対戦、ホドリゴ・ペレイラもねこの盆栽の支部を任されてますから。そうなんですね、はい、今ね盆栽もねいろんなところに支部ありますからね。結構数あるんですか。そうですね。さあそして今また引っ込んでいったのがイゴール田辺、またラペラを取りましたね、うん、はい、ホドリゴ・ペレイラはねあの階級別はマスターに出て優勝してますね、うん、無差別級はアダルトでこのイゴールにチャレンジと。なるほど、はい、やっぱここら辺のね意気込みはいいですよね。さあもう今あいつの足を抱えつつ、そうですね、ラペラ取りながら足を抱えに行きましたね。さあ膝十字かスイープか、はたまたバックか、うん、あ、やっぱこうなってくると相手ちょっとバランス崩しますよね、うん、さあスイープ、さあそしてそのままラペラをキープした状態で今回っていって、今この形は今どういう状態か。あ、それもサイドポジションですね、うん、サイドまで行きました。スイープのみの2点ですね。そうですね、パスはないですからね、はい。さあそしてバック、またやっぱ警官に動いてきますね。さあこの今バックに行こうというところ、足をフックすればバックマウント。あ、
けどもう、もう締めの形入ってますね。締めの方、形入ってますかね。さあ、締めだ、締めだ。さあ、締めがどんどん決まってくる。そうだ、まあ、足を組んで、さらに締めを決めていく。締めを決めていく。ちょっと、ホドリガ・ペレイラ、ちょっと動きが止まってしまった。イゴールもどうか。イゴールもこれを決めきれるか。さあ、ちょっとやや動きが止まってしまいましたが、ちょっとヘリコプタージョークみたいな感じで決めに行ったと思います、ね、そうですね。相手の方にかかとがかかって、どんどん締めがきつくなってますけども、あ、どれか耐えましたね。締めはエスケープ。先ほどのこのタートルポジションからややちょっと動きが止まってしまったところ、さあガードに戻せるか。足換に行きましたかね。そうですね、膝十字か。お、いいですね。お、ガード戻しましたね。さあ、タートルポジションでしのいでいくヘドリゴ・ペレイラ。さあ、ホドリゴ・ペレイラどうか。おっと、あ、ちょっと今臀部を押さえてちょっと動きが止まって、これちょっと負傷ですか。ハムストリングスとかですかね。はい、あ、ちょっとこれで試合が中止。そのまま負傷危険になってしまいました。ホドリゴ・ペレイラ、イゴール・田辺、無差別級優勝ですね。ナインナインジャパンの田辺イゴールです。今日はあの階級別の方は1人優勝で、無差別は2試合して1試合目に決めれて、決勝はあの相手の負傷で途中で終わってしまいましたんですけど、まあ来年に続いて、まあ、このジャパニーズグランドスラムって言っていい、グランドスラム、全日本、ブルテリア全部勝てて、まあ、よかったです。まあ、いつまでもこのジャパニーズグランドスラムを制覇できるように頑張ります。おっす。はい、男子の試合見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。はい、マスターの黒帯はもう、バトレとホジェル・クリスト、サクッと一本勝ちで優勝。そして、チャオビは、一人優勝だった階級別、そして無差別級は2試合連続の1本ではないですけども、1回戦1本勝ち、そして決勝戦は不戦勝という形でダブルゴール獲得のイゴール並べ、非常に良かったと思います。リーマさんどうでしたか。はい、もうイゴール選手ね、圧巻の一言でしたね。ジャパニーズグランドスラム、来年も狙っていただきたいです。はい、それでは CM です。今日はコパブルテリアパート3を見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。はい、パート1、パート2、パート3と3回に分けて起こりましたコパブルテリアだったんですけどもね、非常にどの回も魅力あたりがあったと思いますので、こちらの方これからも期待してください。では最後に提供お願いします。はい、橋本金融の呪術プリスト、この番組はファイターズショップブルテリア、金属工事、呪術一式、一徹、イサミ、VSTS、ラスコンチャス、ルマウ、株式会社フルフォース、スクランブル、以上各社の協賛により、ニュース音楽に特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りしました。はい、橋本ひなのジュースプリスト、また来週お目にかかると思います。さよなら。さよなら。